皆様こんにちは。49歳で妊娠したニューヨークのコリンゴでございます。久々にキッチンから登場です。はい、今日はね、実は私お菓子作りとか絶対やらないんですけれども、なんと妊娠してからね、食欲ってどうなんですか、食欲増すんですかとかよく聞かれるんですけど、私特に食欲増してなかったんですね。で、ただちょっとね、なんか甘いもの食べたいなーなんて思ったんですよ。ね、甘いもの食べたいけど、なんとなくヘルシーな、ね、普通に売ってるね、なんか添加物が入ってたり、すごい甘すぎるとか、アメリカあるあるなんですけど、結構すごいぎっとり甘いケーキとか多いんで、あ、じゃあ自分で作ってみるかみたいな。結構アメリカの人ってホリデーとかでクリスマスベイキングとかやるので、そうか、私お菓子作り全然できないんですけれども、ほらベイビーちゃんもこんなに大きくなってきて、11月の上旬が予定日なんですけれども、クリスマスがやってくるわけじゃないですか。でね、やっぱりアメリカで母になるとしたら、クリスマスベイキングとかできるお母さんにちょっとなりたいじゃないですか。ということで、予行演習ということで、私今日、まあ自分がちょっと食べたいっていうのもあるんですけれども、でん、ベイキングに挑戦しております。なんとすごいでしょ。ちょっとそろそろ焼けるので、皆様にリザルトをお届けしましょう。はい。ちなみにね、ニューヨーク今もう8月の下旬に入ったんですけど、かなり外は涼しくなってきたんですね。でも私真夏の装いなのは、キッチンでベイキングしてたらめちゃくちゃ暑くて、キッチンにクーラーないんです。はい、ご了承ください。真夏日和って感じではないんです。外はもう結構、あれ、もう夏終わっちゃうのみたいな感じなんですけれどもね。そう、夏が終わってハロウィン過ぎたら出産、おー来ました。はい、じゃあ出来上がったので皆さんにご紹介しましょう。ちょっとタイマー止めてね。じゃあ、いらっしゃい、でん、焼けてる焼けてる、あれ、いい感じじゃないですか。ちょっと、うわ、暑いな。ちょっとベイビーちゃん、ママ頑張っております。はい、できたんちゃん、できたんちゃん。おーわー、どうや、結構綺麗やん。焼けてるやん。すごいじゃん、自分。じゃ、ちょっと、焼き上がりました。一体これは何なのだという感じなんですけれども、材料は、よく熟れたバナナ、小麦粉、蜂蜜、卵、ベーキングソーダのみでございます。うちパウンドケーキの型がないので、マフィン型に入れて焼いてみました。はい、出来なかなかいいんじゃないですか。だからバナナパウンドケーキマフィンです。ほんと上手に出来上がっちゃった。ほら、赤ちゃん出来上がりましたよ。ちょっと様子見てみましょう。お、ちょっといい感じじゃないですか。あ、来た。ほら、かわいい。やるな自分。すごいです。おお。おいしそう。来た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 。じゃあちょっと、熱いな、結構。でもちょっと熱々を食べてみようかなと思います。結構熱い。いただきます。あ！マフィンの形してるけど、パウンドケーキだ。どうですよ、こんな感じ。あ、おいしい。
うん、あの素朴なんせ材料バナナ、小麦粉、蜂蜜、卵、ベーキングパウダーのみなんで、めっちゃシンプルで素朴です。すごい凝った味してませんけど、お砂糖不要ですからね。もうバナナと蜂蜜だけで作ってるんで、でもちもちだし、すごいね、自分やるね。これだったらほら子供にもいいかもしれない。やだ、いいお母さんになっちゃうどうする、ちょっとベイビーちゃんに褒められたい。ほらいつか食べる日が来るかもしれないから、ちょっとこうやって練習しております。間もなくで30週に入りますのでね、ちょっと頑張っておりますということでね、皆様今日は久々にベイキングをやってみました。どうもどうも、ではまた。